ブッチキャットは、トムとジェリーに登場する架空の猫のキャラクターである。トムの悪友の代表格である野良猫。単独で登場する際は、最初に虹の彼方にお口ずさんでいたり、BGM として流れたりすることが多い。多くの作品において、生ゴミなどを漁る路地裏暮らしの貧しい野良猫という設定だが、怖いお手伝いさんにおいてはブッチがトムと同じ家で飼われているほか、 悲しい悲しい物語ではお金持ちの猫として登場している。仲間割れではネズミ駆除業者の職を持っている。しばしばトムと恋人をめぐって争う関係で自信家で喧嘩も強い。異中のメス猫をめぐって争うこともあるが一緒に遊ぶこともある。テニスが得意。役回りは一般的にトムの友人や味方からライバルまで様々である。 赤ちゃんの格好をさせられたトムを仲間と共にからかう、孤児を装って、トムの家から食料を強奪するなど、トムに被害を与える立場としても登場する。ライトニング、トップシー、ミートヘッドなど他の野良猫と共に登場する際は、しばしばその集団のリーダー格として描かれる。トムと共にジェリーを追いかけることもあり、付近を通りがかったジェリーをためらいもなく、餌食に仕掛けたこともある。 野良猫ゆえに、トム以上に乱暴で強欲な気質が強く、トムとの特っくみ合いや力比べなどの多くはトムを上回り、トムが恋していたメス猫を力ことごとくで奪おうとする作品も存在する。ありがとうございます。